どうもお世話になっております、ハムロのガンプラ製作です。機動戦士ガンダム0080ポケットの中の戦争より RX78NT1 ガンダム NT1 を買ってきました。はい、こちらは1989年8月発売のキットで、定価が840円となっています。ふらりと立ち寄った中古ショップで見かけまして、まあ定価より安い500円でしたので購入しました。若干箱が黄ばんでいましたが、おおむね保存状態は良好です。箱の状態を見てもさすがに当時のものということはありえないと思いますが、つい最近再販されたものという感じもしません。前々からこちらのキットを探してはいましたが、再販もされず、またガンダムベースにも置いておらずということだったんですが、まあ、本当に一度も入ったことがないお店にたまたま、立ち寄って、本当にたまたま置いてあったという感じですね。しかも同じような状態のものが2箱も置いてありました。はい、ランナーはご覧いただいている通りでして、ポリキャップが入っていないのかなと思いましたが、ランナーと一体化となっていました。さて、今回のキットはガンダム NT1 アレックスです。こちらは発売当時に買ってもらった記憶があります。チョバマーマーの着脱が可能ということで、当時まだ子供だった自分としては格好のおもちゃだったと、思います。セイントセイヤだったり、サムライトルーパーなどが好きなアニメでしたので、まあ、パーフェクトガンダムなどもそうなんですが、大好きなガンダムが、鎧的なものを脱ぎ着するということで、まあ、私の欲望を完璧に、完全に満たしてくれるおもちゃでした。はい、旧キットを組み立て時には毎度触れていますが、時系列的なものですかね、87年から88年にかけてが、逆襲のシャア、89年がポケセン、90年から91年にかけてが F90、F91 というシリーズの発売の流れになっています。さあ、では、説明書の方に解説が、記載されていますので順次読み上げていこうと思います。ガンダム NT1 チョバマーマー装備仕様。 RX78NT1 は一年戦争時に連邦軍が開発した4機目のガンダムである。ニュータイプと噂されていたホワイトベース部隊のアムロレイ少尉専用機として再設計された機体であることから NT1という形式番号が与えられた。とは言っても広告軍のサイココミュニケーターのような技術はなく、後世のニュータイプ専用機とは異なる。 NT1 の特徴は第一に機体の追従性が非常に高いことで、最新のマグネットコーティング駆動系の摩擦抵抗を軽減する磁気被膜処理技術、アポジモーターの増設及び推力向上、それに加え全周囲モニターを採用し、さらにそれらを統括する高速大容量コンピューターの搭載が挙げられる。このコンピューターはやはり自己学習型の AI で、アムロレイ少尉が使用する2号機の搭載コンピューターよりさらに高度なシステムである。しかし全周囲モニター採用のため、脱出兼コンピューター回収用のコアファイターシステムは導入されていない。また NT1 はかねてより計画が進められていたフルアーマーオペレーションにより、チョバマーマー製複合装甲ハイブリッドアーマーと一般的に呼ばれるの追加装甲が試作された。これを装備すると全備重量は95トンに跳ね上がるが、アーマーにもスラスターが装備されているので機動性はあまり低下しない。はい、ということです。では続いてフルアーマーオペレーションについて。一年戦争当時、この世界におけるモビルスーツの装甲は構造材と兼用であったため、耐弾性や整備の上で問題があった。そこで追加装甲が考案されたのである。この構想は RX78 の設計段階からあったもので、
関節部分の保護やコアブロックシステムが持つ脆弱さを克服するための策でもあった。この機体に採用されているチョバムアーマーは9世紀に開発された、破壊されることによって衝撃を吸収する装甲である。機動性が売り物のモビルスーツにあって、自重を増やすというのは本末転倒だが、ハイフィールド8世紀やムーバブルフレームの登場まではある程度有効な手段だったのも事実である。はい、ということです。続いて配備状況。一年戦争当時の連邦軍のモビルスーツの配備状況は量産型を除いて非常に資料が乏しい。当時の連邦軍製のモビルスーツの代名詞であったいわゆるガンダムを広告軍側が高く評価していたため、おとり部隊あるいはフルアーマーオペレーションによる電撃作戦などに多用されていたからである。これは敵兵士に与える心理的な影響をも考慮していたと言われるが、実際 RX78K のモビルスーツはその性能において他のモビルスーツをはるかにしのいでいたからだということもできる。この機体は増加装甲の FA78、マグネットコーティング処理の G3 を経て、双方のコンセプトを結合させたもので、テストを兼ね、サイド6で建造されていた。はい、組み立ての方は完了しております。チョバムアーマー未装着の状態ですと、かなり銅が詰まった印象もありますが、アーマー装着状態ではあまり銅の詰まり具合も、気になりませんし、ボリューム感があっていい味を出しています。説明書でも少し触れていましたが、チョバムアーマーは実在する、戦車の装甲の名称から引用しているようで、グレーの装甲をまとった姿はより兵器感が増しますし、顔の造形自体もね悪くありませんから、アーマー装着状態のクオリティは悪くないと思います。はい、チョバムアーマーは着脱が可能。パーツはピンとダボに加えて一部ポリキャップパーツをジョイントに使用しています。場所によって、ジョイントの形状は異なっているようです。基本的にはモビルスーツ本体に、鎧のようにアーマーをかぶせるだけですが、前腕については青いパーツを外す必要があります。またバックパックも、外した上でアーマーをかぶせる必要があります。着脱に関しては、それなりにスムーズな方なのではないかと思います。はい、続いて武装類ですね。こちらがビームライフルとなっています。こちらがビームサーベルです。サーベルのグリップは着脱が可能。サーベルの展開状態のものが1本のみ付属しています。こちらがシールドです。グリップを手で握る形で補充をします。はい、こちらがガトリング砲です。前腕の青いパーツを外してガトリングを装着し、展開状態を再現します。左右2つ付属しています。ハンドパーツですが、ビームサーベルのグリップ、またシールドのグリップを握るための、握り手が左右、ビームライフルのトリガーに指をかけるタイプのライフルの持ち手右が付属しています。はい、合わせ目についてですが、ほぼ全てのブロックが左右分割また前後分割となっていて、基本的にあらゆるブロックの中央に合わせ目が出る形になっています。まだ合わせ目に配慮するとか、しないとか、そういう時代でも、なかったかなと思われます。可動についてはご覧の通りで、ある程度ポーズはつけることができますが、今のキットのようにかっこよくポーズが決まるかというとまた、別問題ですね。
股関節がボールジョイントになっていて、足を外側に開いて立たせることができたりと、徐々に関節構造にも変化が見られ、立ち姿はある程度綺麗に決まるかと思います。まあ、ずっと気をつけの直立姿勢だったものから徐々に変化が加えられ、柔軟になっていく過程にあるようなキットだと思われます。ということで以上、機動戦士ガンダム0080ポケットの中の戦争より RX78NT1 ガンダム NT1 の組み立てとレビューでした。それでは失礼いたします。どうもありがとうございました。